はい、今回は筋肉マンですね。29日にアニメの続報が来ると言われていたのですが、その通り待望の新作アニメ続報が来ましたね。まだ誰がどの超人を担当するかについては非公表となっていますが、今回発表された情報についてさっくりとお話ししていきましょう。まずはこちらからです。パーフェクトオリジン編、ストーリー初期から描かれるという予想もあったのですが、サブタイトルの通りパーフェクトオリジン編から描かれることが明らかになりました。公開された情報はこちらです。原作はもちろんゆでたまご先生で、監督が佐藤明氏、シリーズ構成が深見誠氏で、音楽が高梨康春氏、そしてキャラクターデザインが丸藤弘隆氏で、アニメーション制作はプロダクション IG となっています。そして2024年テレビ放送決定ということで、来年ですね。個別にもう少しお話ししていくと、佐藤明氏は最近だとアニメ青足にも監督として携わっているとのことです。深見誠氏は小説家や脚本家としても活動しており、アニメではサイコパスの脚本なども手掛けています。高橋康春氏は格闘技プライドのテーマなど燃える&重厚感もあるサウンドを得意としており、アニメではナルト、ゲゲゲの鬼太郎6期、そして週末のワルキューレなど多くの作品に携わっています。丸藤弘隆氏は進撃の巨人などで作画監督を担当されており、最近では大の大冒険のエピソードの一部の原画も担当されているとのことですね。ちなみにプロレスラーの丸藤直道選手は弘隆氏の弟でもあります。プロダクション IG は先ほど紹介した青足やサイコパスの他に、進撃の巨人、ハイキュー、そしてジョーカーゲームなど多くのアニメを制作していますね。で、さっき言ったように来年テレビ放送ということで、まあ、自分はね、秋頃と勝手に予想はしているんですが、時間の都合とかもあるんでね、アマプラとかね、あのネットフリックスなどでもね、配信してほしいかなとは思っています。で、やっぱりね、あの個人的にはやっぱ、全部楽しみなんですけど、今回公開された情報だとやっぱ音楽がね、ちょっと楽しみかなっていうのはね、感じましたね。やっぱりね、その丸藤氏の手掛けた中ではナルトとかは結構かっこよくね、あのかっこいいなと思いながらね、聞いていた印象はあるんですよ。他のシリーズも制作されるのか。パーフェクトオリジン編が成功すれば、オメガケンタウリの六層格編以降のシリーズ、さらには過去のシリーズのリメイクなども期待できるかもしれません。個人的にオメガケンタウリの六層格編はぜひアニメ化してほしいところです。大好きなアリステラーをアニメで見たいですし、あとビッグボディやフェニックスの活躍も当然見たいんですよね。フェニックスはね、このシリーズでは敗北しているんですが、豊かな表情で煽る場面がどう再現されるのかというのは気になります。ちなみにね、ビッグボディの声はね、最近木村昴さんの声で再生されたりしているんですが、だから実際にね、オメガケンタウリの六層格編までアニメ化されたら誰になるのかっていうのはすごく気になるんですよね。過去のシリーズについては、パーフェクトオリジン編と同じ超人が登場することから、7人の悪魔超人編と黄金のマスク編のリメイクはあるかもしれないっていうのは考えています。冒頭でもお話ししたように、キャラクターボイスに関してはまだ発表がされていないのですが、正式な発表があるまで妄想を膨らませた動画を作りながら待ちたいかなと思います。あとこれですね、アニメ新シリーズの公式サイトもね、一新されていますので、そちらもぜひご覧ください。ということで、今回はこのあたりで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。